2017年の9月の14日、11時21分です。よろしくお願いします。おはようございます。アイテムありがとうございます。おはよう。おはようございます。おはようございます。おはよう。トコさんありがとうございます。アイテムありがとうございます。おはようございます。おはようございます。おはようございます。岩田つ、ありがとうございます。はい、おはよう。アイテムありがとう。バガーありがとう。マルさんいつもありがとうね。かわいいよね、ふわっちタオル。僕もかわいいと思いますね。アミンコさん、おはようございます。バカありがとうございます。ありがとうございます。無気力すぎな日やる気ないの無気力なあやちゃん何曜日、今日は木曜日か。初見さんいらっしゃい。ありがとうございます。楽しんでいってください。メガネが、
ああ、ヘトヘトなんだ。かわいいよね。あ、本当に？ハイサイさんいらっしゃい。こんにちは、金魚ありがとう。動機？動揺か。動揺？動揺？あー、洗濯ありがとう。小銭ある？ありがとうね。えい、まことさんいらっしゃい。いや、24時間ぐらい寝てたね。風邪ひいたっぽいんだよね、ちょっと。いつ寝てるっつうか、昨日配信してないけどね。トークライブ見たい、石野さんと。ああね、石野呼んで。まあ、ふわっちではできないけど。YouTube ライブでやるよ。石野とのは。YouTube ライブでやる。もう若くねえから、若くないよね。もう、本当だよね。若さっていくつ前なの？ 25 ぐらいまでかな。25。もうおっさんだね。もうおっさん。YouTube でしか見れてなかったんだ。ありがとう、来てくれて。休んでましたね。太郎さんお疲れっす。いや、太郎さんさ、なんか俺笑ったのがさ、引退するじゃん。閲覧伸びるじゃん。次の日見たら、金梅さん引退するし、朝比奈引退するし、荒 野が引退すんの。もう、便所太郎さんの枠見てて笑ったよ。で、なんか引退ブームが起きてて、ほんと閲覧伸びればこいつら何でもいいんだなっていうさ。思いません？閲覧が取れたら何でもいいんだなっていう、この、なんつうの、見境のなさ。勘弁してよって思うよね。あ、クモンリュウもしてたの。みんな乗っかってくるよね。で、叩かれんの俺だけなの。叩かれんの俺だけなんだよ。サーバーおかしい？いや、おかしくないと思うけど。なんか不具合出てる？ お疲れ様です。
数字が伸びれば何でもいいのかよって。あのね、いつも言ってるけど、配信者に引退とかないから。配信者に引退とかまずそもそもねえから。好き勝手自分で金払って自分で始めてるもんに引退もクソもない。引退で儲かったか、別に儲けるためにやってないしね。いやそうでしょ、勝手に始めて勝手に引退してどうぞどうぞでしょ、別に騒ぐようなことでもないでしょ。いや引退しましたよ、芸能人じゃねえんだからさ。配信者の引退真に受ける、本当に消えてく人は普通にやめてくよね、普通に消えてくよね。本当にやめる人はスーっていなくなるよね、失踪気味になるよね、失踪、そうそうそう、毎日が引退だからね。消えるやつはひっそりいなくなりますね、みんなね、ひっそりいなくなる、スーっていなくなるね。最初からネタっつうか、俺は人生そのものが暇つぶしだと思ってるから、お疲れ様です。浅井さんは医師の自宅に戻られたんですか？だとすれば経緯はどんな感じだったんですか？生放送を見てください、もしくはタイムシフトを見てください。全部載ってます。あの過去のことは質問しなくていいっすよ、過去のことは全部記録に残ってるんで。10年後和道の天下、来ないだろうね、来ないだろうね。そうですね、本当に暇つぶしだと思ってますね。まあ暇つぶすんだったら楽しくやろうよっていう、そんな感じですね。誰だっけな、サブカルで有名な人が言い出したんだよね、人生暇つぶしって。誰だったっけ、誰の言葉だったっけな、シオンいらっしゃい。まあ好きにやりますね。僕の枠で起こったことは、僕の枠のタイムシフト見てください。他の枠で起こったことは僕は一切責任は知りません。僕の責任ではないですね。知りません。石川紀之さん引退詐欺どころかもう十何回な、20回以上やってんじゃないの。なんかこの前コメントに書いてあったけど、いやちなみに俺別に引退するつもりで引退したからね、引退するのをやめただけだから、別に釣ろうとか思ってないから、勝手に人が集まっただけだから。やめるのも俺の自由だし、やるのも俺の自由っしょってだけだからさ。自分で決めて自分でやりますよ全部。周りが騒いでるだけで。あ、ジュロンだったんですね。結構有名なんですよ、そのなんか死ぬまで暇つぶしっていう本かなんかがあって、生まれながらにして死に向かっていくわけだから、生きていく時間っていうのは死までの暇つぶでしかない。そうそうそう。なんか生きてる意味ってあるんですかとか、ね、若い子とか迷ってるけど、意味なんかないんだよね、生きてることに。それを作る、生きてる意味を作るのは自分だから。まあ、それが見つかったらいいかもしれないけど。
それを見つけた人は強いですね。俺はこのために生きようっていう。おはよう、アイテムありがとう。本当の引退があるとするなら、まあ昨日一昨日か一昨日も話したんだけど、みんなが見なくなった時だよ、うん、いやみんなが見なくなった時引退みたいなもんなんだから、だから本当に引退に置いてこみたかったら見なきゃいいんだとは思う。はい、ワード2再起動してきた、おかえり。そう思わない、見るから見るからダメなんだよ。見なきゃいい。もうだいぶ考え方変わったもんね。だいぶ変わった。配信に対しての考え方は。だいぶ変わったな、始めた頃より。長くやってくると見えてくるもんがあるよね。ライター、ああリスナーさんからもらったものは結構大事にするタイプかな。使ってないのもあるけど、リスナーさんにもらったものはね、使った方が嬉しいじゃん。配信で使ってくれよってことだから、画面に映してくれよって意味だと思ってんの。俺は、俺に支援するっていうことはそういうことだと思ってるから、やっぱ嬉しくない？その例えばだけど、テレビに映ってる人にプレゼントして、それをずっと使ってくれたら嬉しくないですか？なるべく使おうと思って。あ、これ？ありがとう。リスナーさんからいただいたもので使えるね、普段使うものはなるべく配信画面に映すようにはしてますね。はい、ワード2。っていうワード30分か、早いな。30分経ちますね。おい、サボちゃんにいらっしゃい、大花火ありがとう。便所さんの暇つぶし論に賛成派。なんで俺の暇つぶし論じゃねえんだ、おかしいだろ。俺が言い始めたんだから。俺が言い始めて、そうだよね、便所さんがワドの言う通りで俺もそう思ってるよっつって、なんで便所さん理論みたいになってんだよ。ちょっと待てよ、サボちゃん。俺が暇つぶしって言い始めて、便所さんが乗っかって、なんで便所さん理論みたいな、俺がパクったみたいになって、おかしいでしょ。おかしいでし
ちょっと待って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 、なんで便所さん理論みたいになってんの。ちょっと待って、おかしくない？なんかね、今のは俺が言い始めてね、便所さんがそうだよね、ワード俺もそう思ってるよっつって、なんで便所さん理論みたいに名前つけられてんの。ちょっと待ってよ、おかしいだろ。ラムネプレゼントありがとう、風船ありがとう。いや、突っ込むっつうかね、気になるんだよね。いや、どっちでもいいかもしんないけど、そこはなんか、便所理論みたいな言い方されたらさ、なんか、便所さんは正解しか言わねえわ、みたいな空気作られたらさ、いや、俺も言ったじゃん、みたいになるじゃん。なんでそこをなんか、便所さんが考えたやつでしょみたいな。言い出したの、便所さんが言い出したやつですよねみたいな。いや、俺も、ってなるでしょ。まあいいけどさ、別に。あ、ちよこいらっしゃい。面白くないわ。結構有名なんだよね。その、なんかね、サブカルの人が言い始めたんだよ。その、本にし始めたのは。死ぬまで暇つぶし、生きてることに意味ないっていう。うん、その名前、引用元忘れちゃったんだけど。サブカルの人は結構面白い人多いよ。うん、ピーコちゃんって誰？釈迦のこと？釈迦いるよ。うん。てかサブカルの人っていうかさ、思いっきり生放送もサブカルだけどね。なんか最近メインカルチャーっぽくなってきたけど、もともとがサブカルだからね、この世界。なんか俗に言われてるアニメとかももうメインカルチャーになっちゃってるからさ。釈迦は、もう何年生きるか分かんない。俺は占い師じゃないし。未来のことは何一つ分かんないよね。もう3年生きてるかな？ 3 年か。長いっすね。延長すっか。平均7年生きるんだっけな、文章は。平均7年生きるかな。鳥にタバコ吸わせるの、俺はタバコの煙体にいいと思ってっかんな。俺はそっち派だから。手に乗せてるし、昨日はのんちゃんの手のひらの中に寝てたよ。自炊しますよ。だからまあするっつってものんちゃんが作ってくれるんだけど、俺は作ってないな最近な。そば茹でるぐらいかな。でも最近外食減らしてるよね、のんちゃんね。頑張ってるよね、節約しようっつって、ちょっと貯金しようっつって。ほら俺が食えなくなってきたから、ちょっとごめんっつって、のんちゃん外食減らすわって言って、のんちゃんもじゃあ一緒にお金貯めるよって言って、うん、で今2人でちょっとお金貯めてますね。いやまあ貯金つうかね、生活の水準下げないと食っていけないからね。ちょっと頑張ってるかな。貯金ってわけじゃないんだけど、稼げなくなったら質素な生活するって。超人さんさ、俺の枠なんだここで、石野の枠でも浅井さんの枠でもねえんだよな。ちょっとマナー違反だと思うよ、超人さん。島田紳助のインタビュー、あ、じゃあいいや。長渕剛さんインタビューさせてください。構わないよ、新曲のことだね。あ、すいません、矢沢、すいません長渕さん、矢沢永吉さんの新曲についてどう思いますか。
矢沢に聞いてくれよってなるでしょ。もしくは矢沢にインタビューありがとう、何でも聞いてくれってなった時に、長渕剛さんの新作についてどう思いますか、帰ってくれってなるでしょ。なんでその人に聞くで失礼だと思うよ。マイケル・ジャクソンにさ、ブリトニー・スピアーズの新作の経緯について教えてくださいって言われても知らないから、なんで俺に聞くのっていう。そう俺和道だから、あの浅井さんの家の間取りを俺に聞くっていうのはちょっと変だよね。なんで俺ばっかりこんな、ね、変な質問来るんだろう。よくわかんねえんだよな。いや神経がよくわかんなくて、なんでそんな失礼なことができるんだろうっていう。あ、寝起きだからね。モノマネのクオリティを言われても、いやその通りでしょ。俺和道だよ。うん。でさらに言うなら、もうなんつうんだろう、俺結構ループになるんですよ生放送って。なんか2時間も3時間もあの見ないのは俺の責任じゃなくて、興味があって見なかったらその人の責任なんだよ。で俺いつも言ってるけど、全部タイムシフト残してるからさ、あのもう勝手に見てくんねっていう、それが礼儀だよね。生放送を見なかったのは俺の責任じゃないから、生放送見てよっていう、うん、初見さんいらっしゃい。そうだね、ふわっちで収入減ったっていう言い方じゃないね。あの投げ銭する人に飽きが来た、いやまあそういうことだよ。それ意外と考察力ある考え方で、あのね、結局ね、投げるのって気分で投げるから、俺の客が俺に飽きただけだから、うん、だから俺は新規捕まえていけないとダメなんだろうけど、もうなんか、あ、配信論やっていいっすか。超深い配信論聞きたい。ちょっと長くなるけど、ちょっとゴミ捨ててくる。まだ夏だな、外暑いね。のんちゃん、配信論を話すよ。あのね、はっきり言うよ、あのね、配信論を話すけれども、俺らはゴミなんだよ、そもそもが。俺らは別にその働けないからこれやってんのよ、働けないから。で、もうはみ出し者なんだよ俺らは。知ってるでしょ。あのね、なんかね、こうあるべきだとかどうあるべきだとかあんま好きじゃないわ。っていうか、もっと言うなら、俺が金払ってこの枠開いてんだから、もうケチがあるんだったら見なくていいよ。正直別に俺が好きでやってんだから。でお願いして見に来たわけじゃないでしょ。なんか俺リスナーに感謝しないといけないとかいう考え方あんま好きじゃねえんだわ。これ店やってる時もずっと思ってんだけど、俺店員がありがとうございますっていうのも間違ってると思ってんの。店員が客にありがとうございますなんて言わなくていいと思ってるから。店は店の仕事をやってる。で、金払って買える。本来は店と客って対等な関係だと思ってんの。うん。で、文句があるなら使うなっていう話なのよ。うん。それが俺の考え方。で、別に、俺干されても構わねえからさ。俺のこと気に入らねえんだったら俺の放送見んなよっていう。
俺はそう思うよ。お客様は神様なんて、あれは過剰サービスだと思ってんの。別に悪いことだとは思ってないけど、過剰サービスが当たり前の社会が俺は生きづらさだと思ってんのよ。過剰サービスが行き過ぎてると思ってて、なんか俺は昔の、お僕偉いね、お母さんのお小遣いかい、じゃあアメちゃんあげるよって、なんでさ5歳のガキにありがとうございましたっておっさんが言ってんの。心のこもってない、偉いねって。なんかね、金持ってるやつが正しいって思っちゃうよ、今のこういう資本主義社会。金持ってたら、ああ、なんか年上でも頭下げるんだって なると思うよ。別に普通でいいんだよ、僕偉いねって、どっから来たのって。うん、でありがとうございますっていうのが悪い言葉じゃないけど、ルーティンワークで言うのやめねえかみたいな。俺はありがとうっていう人はありがたいと思った時にしか言うつもりないよ。うん、別に見たくなければ見なきゃいいんだよ。俺は本当にありがたいと思った時しか言わないっていうの、それが本当の使い方だから。別にありがたくないやつには出てけって言うから。別に困ってねえんだよ、うちは。勝手に見に来て勝手に文句言うっていうのはどういう見解だよな。別に気に入らなきゃ見なきゃいいんだから。俺は言うよ。だから、ちょっとめんどくせえかもしれねえけど、深いんだよね。だから表面で撮ると、なんだこいつって言われていいのよ。俺の話が理解できないやつには俺のこと理解できねえんだから。ありがとうっていうのはあることが難しいって書くの。反対の言葉は当たり前なんだよ。当たり前にありがとうを言うなって話なの。うん、当たり前に使ってるでしょ。挨拶みたいに使ってるでしょ。ありがとうございましたって。うん、別になんかずうずうしいやつありがたいと思ってねえもん。おお、猫さんどうもどうも、いつもありがとうございます。ありがとうございます、猫さん、あざす。なんか俺はなんだろうな、そのなんだろう、考えてるよ、うん、で自分が正しいと思ったことやるだけです。気に入らなきゃどうぞご退出ください。生きにくいよ、生きにくいっすよ。生きにくくてもそれを曲げちゃなんねえでしょ。ありがたいのがたいは希少。そう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 、あることが難しい。要は出会いに感謝とか、さっきご縁があるっていう話はまさにそうで、このような環境を作ってくれたその神様とかあなたのご厚意が奇跡だっていう意味のありがとうって。要はこんな自分にこんな良くしてくれて、こんな機会ってあることが、こういうことがあること、こういう現象があることが難しいですよ、けうですよっていう意味の、それの逆の言葉が当たり前なの。だからね、ありがとうって言えなくなってくるとき、お母さんがご飯作るの当たり前だよって考えたときだ、母ちゃんありがとうご飯って言えなくなるの。うん、当たり前になった瞬間、ありがとうって言葉が出なくなるの。でも今本来の日本語の言葉の使い方が間違えてるんだよ。ただありがとうって言ってるの、ありがとうの意味も知らないんだよ。いや、生きにくいっすよ。ただ俺は間違ってるとは思ってないから。別に誰の迷惑かけてるわけでもないし。ありがとうの使い方は、あることが難しい、当たり前の反対語だって覚えないと。将来の人生設計ないっすね。ないっす。まあ、強いて言うのは一個だけ確定してることはある。俺は死ぬんだよ。俺はいつか死ぬ。それだけ。それ以外はわからない。それ以外わかんないっす。あ、過去のことはごめん、タイムシフト見て。
人生設計なんかないよ。今日何するかしかないでしょ。今日何するか、今何するか。俺は時間がないと思ってるから。特攻隊をね、考えるときはね、僕らのって漫画読むと分かりやすいっすよ。日本が死ぬか自分が死ぬかで、どう転んでも自分が死ぬっていう選択をした、で日本を守るために死ぬって選択をしたのが特攻隊なのね。要は今の俺らを守るために死んでったっていう考え方よ。だそれがいいか悪いかは別として、それはまた議論が別ね。ただ彼らは間違いなくそう考えて死んでいった。それが国が強要したことなのか彼らが選んだことなのかは別。生き急いでるわけじゃなくて、子供の頃から思ってたんだけど、正しいことを正しい、要は言論の自由って何なのかっていうと、思ったことを言っていいんだよ。だからそこには責任がかかるけれど、俺だから名刺配っても、名刺配られてもなんか普通になんかいろんなこと言うよ。初対面でもいろんなこと言うの。だけどそこに君の考え方面白いって言って友達になってくれたりとか、お付き合いしてくれる人もいるけど、なんか礼儀がないっすねっていう人もいるのよ。だけど俺に礼儀がないとかいうやつの中で、礼儀を理解してる、俺より礼儀を理解してるやつを見たことがないよ。老人になっても配信するんですか。知念さんね、さっきも言ったんだけど、未来のことは俺は何一つわからないし約束はできないって言ってるかな。今考えてること、思ってること、感じてることは話すことはできるけど、未来について考えるのやめました。僕は今楽しいことをやります。今楽しいことをやりますね。今だけはコントロールできるって考えてるんだよ。で、未来はただの積み重ねでしかないと思ってるんだよ。親と仲悪いっすね。あ、まあ、ちょっと言い方が極端かもしれないけど、親父とは仲いいっすけど、ちょっとね、親父を親父と言うのかっていう複雑な問題があるんだよ。まあまあ普通に言ったら、家族はないです、僕には。いや、ごめん、拾う意味のわからないものに対して反応する意味がわかんないから、くだらねえのはいらねえわ。くだらねえのはいらない。くだらねえコメント書きたかったら、くだらねえ配信者のところ行けよっていうのが俺の考え方なんで。いいんじゃない、支離滅裂だろうがなんだろうが、俺は俺だから。別に考え方改める気ないし、かっこいいかっこいいやつの言葉しか俺には響かないから。かっこいい生き方してるやつの言葉しか俺は参考にしないと、もうガキの頃から決めてるからさ。かっこ悪い人間の意見なんか取り入れる必要ねえと思ってる。響かねえ響かねえ。まあ旅行っすね。あ、そうだね。俺はどちらかっていうと後付けだね。気分で何かを発言して。気分。親友は一人だけいますね。親友は一人だけいます。あ、ごめんね、いっちゃん。挨拶してくれた。スルーしちゃった。ごめんね、いっちゃん。親友は一人だけいますよ。
ありがとうございます佐々木さん。でもあんまりそのキューピーさんが絶賛してねいただいたのは嬉しいんですけど、自分で確認してもらいたいですね。俺はクズっすよ。僕はろくでもない人間なんで。だから俺はタバコは体にいいと思ってるんで。結婚する気どうだろう。結婚っていうのは俺が考えることだけじゃないと思ってるから、結婚っていうのは家族に対してするもんだと思ってるし、周りに対してするもんが結婚だと思ってるから。一人だけだよ親友、一人だけいる親友は。一人しかいないっす。家族はまあいないですね、うん、医師の元気かね、わかんない。あー大丈夫、俺が親友だっていうたった一人の男はあの迷惑だと思わないから、そう絶対大丈夫、断言できる。俺に親友だって言われて迷惑だと思うようなやつじゃない。収入とかの面でっていうか、別に結婚そもそも考える必要がないっつうかね。いや絶対そいつは言わない。親友、その親友は俺が親友だっつって迷惑だとか絶対言わない。相手にも思われてるね、うん、そいつは絶対俺のこと裏切らない。だから親友なんだけど、裏切られたことが一回もないね、うん、だから親友なんだよ。のんちゃんは彼女仲間とか親友って必要あるんですかね。必要ないんじゃん、うん、そうだね、それくらいの信用、信用じゃなくて信頼だね。もう要は用っていう字を使わない、頼るっていう字を使う、信頼だね。必要ないですね。まあ俺が言ってることの意味はわからないよ君たちには。わかる人間はわかるだろうけど、わからないやつは何言ってもわかんない。だからお前らの思考回路が薄っぺらいからそうなるんだよ。俺の言ってる言葉の意味がわからないんだよ。君たちの人生の物差し、君たちの物差しは俺を測れないよって言ってんじゃん。信用と信頼の違いは何ですか。信用っていうのは用事のようでしょ。だから自分にとって都合のいいことだったりとか、ビジネスであったりとか、用事のよう、用事があるときだけ信じる。だから金が発生したりとか、自分にメリットのあるときとか、あと自分の都合のいいとき、相手の都合のいいときが噛み合ったとき信用になるの。それ以外を信頼っていうのは頼るって書くでしょ。別にメリットがない、利害がない、でもこいつのことを信じられるっていうのが信頼なの。だから信用の上位概念が信頼。
リスナー全部バカにしてんの？全部はバカにしてないかな。だからそいつがどんな状況にいようと落ち目だろうと信じられる、こいつは大丈夫だって、それが信頼ね。信用っていうのは自分の都合のいい時だけ信じるわ、ついてくわって、薄っぺらい。マドンさん、宗教について教えてください。いいよ、全然何でも聞いて。マズローの5段階欲求説ね。俺の親友は俺のことを裏切らないよ。なんでか言ってやれよ。バカだから答えは知りてえだろ。バカすぎるよ。俺が信じてんの俺だけだよ。俺の親友は俺だよ。バカが。俺は誰も信じてねえよ。俺の親友は俺だよ。俺は俺に裏切られたこと一回もないかんね。全部繋がったでしょ。矛盾してなかったろ。俺は最初からずっと言ってんだよ。一人しかいねえわって。信頼できるやつ。恋愛関係もそうだけど、友達も距離が離れたら終わりだね。なんだろう、友達、悲しいかな。ちょっとよくわかんないけど、それが悲しいことなのかどうなのか。和道さんの放送を楽しみにしてる10代の、まあローティーンかハイティーンか教えて。ローティーンとハイティーンに言うことは変わるから。10代っていうのはざっくりすぎるから。本人さん、ローティーンかハイティーン。和道さんの放送を楽しみにしている10代の若者に何かメッセージありますか？ローティーンですか、ハイティーンですか、どっちですか？ハイティーンか。俺の放送を見るな。以上。まだ早い。以上。こんにちは。はい。まだ早いよね。
だってハイティーンってやることがいっぱいあるはずなの。俺の放送見てる暇なんかないはずなんだよ本来。ここは時間とお金とかね、心とかいろんなものにゆとりのある人、余裕のある人が見る放送だから、やることやんないとダメだよって。最近ドラムやってないね、ギターばっかりだね。いや俺気づいたんだよね、なんでドラムやめてギターに行ったかっていうと、やっぱりね俺フロントマンなんだよね。映画で言ったら主役とかだなと思って、やっぱり俺を見に来る人が多かったから、舞台の一番後ろにいるのは似合わねえなと思って、だからまあギターボーカルっていう選択をしたんだけど、うん、やっぱ俺フロントにいないダメだよね、盛り上がんないよね。延長すっか。だって俺のこと見に来てくれてんのに、俺が舞台の一番後ろにいたら見えないじゃん。俺の顔が見たいんだよ多分俺のファンは。だからまあ舞台上がるときはやっぱりギターでボーカルが一番いいのかなと思って。おい、お疲れっす。メンヘラが多い、インターネットにメンヘラが多いのは、もともとインターネットをやるような人たちっていうのは社会的な不満を持ってたり時間に余裕がある人だと、だ精神障害者とか生活保護を受給してる人とか多かったのね、もともと社会的弱者で、顔を隠したりとか名前を隠して自分が普通なんだっていうことをアピールしてた場なのよ、もともとが。でも今ね、ネットは誰でも使うようになったけど、ここ最近の話でしょ、スマートフォンが普及してからでしょ。だから、なんつうんだろうね。どんどん居づらくなってきたんだろうね。そういう人たちが。もともとだから社会的弱者が使ってたツールではあるから。ゼルでいらっしゃい。引退したんじゃないですか。俺は過去には縛られないですね。もともと多かった。はじめまして。はい、和骨です。はい、お昼、お疲れっす。こんにちは。お疲れっす、お疲れっす。アイテムありがとうね。あんま俺にアイテム投げすぎて無理すんなよ。俺はもう過去のことには興味ないから、過去は変えらんないから、よろしく。過去を変える気はない。ありがとうアイテム、うん、ありがとう。あんま無理しないでね。和道さんが一番欲しいものとは、うん、俺が一番手に入らないものが欲しいね。うん、今の俺じゃ手に入らないものが欲しいっすね、うん、手に入るものは買えばいいからね。ヘリコプターかな
ヘリコプターが欲しいですね。うん、説明聞きたかったら金投げてください、はい、なんで僕があなたの質問に答えないといけないのかよくわかんないんで。わかんない、違う違う違う、ヘリで、ね、この前石野とそういう話になったんだけど、和道さんが分かったって言ったの、3年の付き合いで。石野が、あ、やっと和道さんのこと分かったわって。和道さんね、俺根本的に違うわって言われたの。それとあることがあって、要は金掴んだわけじゃないですかみたいな、で幸せじゃないんすかって、なんでこんなに新しいことやろうとするんすかって、でいろんな石野からいろんな質問されて、分かったって言われて、和道さん多分僕の予想なんですけど、普通に働けるんですよって、普通に幸せになれるんですよって。和道さんはお金が欲しいとかじゃなくて、そのなんつうの、知らないものを手に入れたりとか、知るなんつうの、好奇心だけで生きてるんだって言って、だから億万長者になりたいんだって、俺と根本的に違うって言われた。そう、やっと分かりました。だからその悪ふざけとか新しいもの探したりとか変な人が好きなんですねって言われた。だからヘリコプターを買って何したいとかじゃないんだよ、普通の人はそういう考えなの。違うんだよ、ヘリに乗ったことないし所有したことないから欲しいだけなんだよ。だからその時に自分が何が起こるのか、そのヘリを持った自分はどう感じるのか、ヘリから見える世界はどんななのかっていう体感が欲しいだけなの。うん、多分そういうことなんだよ、うん、ヘリで何かをしたいんじゃなくて、知らない自分に会いたいだけな、新しい自分に会いたいだけなんだよね、うん、だから俺はもう成功はないんだよ、成長しかないんだよ、うん、アイテムありがとう。あ、ありがとう。まあ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 、全員に理解しろっていうのは難しい話だけど、俺はそういう人間だよね。はい、アイテムありがとう、麦さん。お昼っていうかケーキ食いましたね、モンブラン食って寝起きで。そっからは食べてないかな。いや、俺は理解を求めてないから、そもそも。ついてこれるやつだけついてくればいいと思ってるから。ついてこれないやつを相手にする時間はないから。ついてこれる人だけついてくればいいっすね。はい、ありがとうございます。舞ちゃんいつもありがとうね、アイテムね。ありがとう。去るもの追わないし。そもそも人間は自由だと思ってるからさ、いや、ついてこいとも言わない、勝手についてくるもんだと思ってるから、うん、ただついてくる人間を拒まない、ついてこれないやつを相手にする時間はないよ。ただ俺のスピードについてこれるかって問題はあるけどね、ヘリコプターだからね、俺のスピードはヘリコプターだぜ。まあついてこれないっす。うん、おはよう。いやー、今はもう本当にアイテムなんてどうでもいいと思ってる、アイテムなんてどうでもいいっていう気分なの。
閲覧とアイテムどうでもいいっていう気分になってきた。正直ね、のんちゃんビニール袋あるゴミ袋に使うような、あまりあるかなビニール袋の。のんちゃん、のりこ、あれどこいんの？ビニール袋あるかな？大きいのっつうか。いや、アイテムマジでどうでもいいっすね。投げねえやつに何言っても投げねえかんな。好きにやれよって感じかな。ある、あった。一皮むけたね。一皮むけた感じがするね。また強くなった気がする。メタモルフォーゼが終わったよね。職場きれいにしないとね。いや、解放に言われたんだけど、和道さんそろそろ掃除に行きたいって配信外で言われて、で和道さんは無料でいいからって言われて説教したの。いや、もうお前が俺の部屋を掃除できることはないよって、うん、お前に掃除を頼むことは俺は二度とないよって、うん、それはちょっと説教したね。解放が俺の部屋に掃除にすること気に来ることはないです。もうこれだけ無料っていうのはダメでしょ。で、有料で解放に頼むぐらいだったら俺はプロに頼むから。要はプロの掃除屋じゃないだろうって。プロの配信者になりたくてそれを始めたんじゃないのっていうね、俺からのメッセージだよ。
俺のヘリクツとかゴタクとか気に入らねえんだったら今すぐブラウザバックしてもいいんだぜ。歌配信、いやアンコールとかね、例えば花火上がってさ一曲歌ってくださいって言われたら歌うよ。うん、俺の歌楽しみにしてるリスナーさん結構いるんだぜ。はい、こんにちは。全然来れてなかったか。忙しかった。当たり前じゃん。何かを聞きたいっつって俺に何かやってほしいんだから、チップも投げらんねえやつの言うことなんか聞かねえよ。ガキじゃねえんだから。人にお願いするんだったら最低チップぐらい出せよって話だろ。ガキじゃねえんだから。あー、アイテムありがとう。休憩終わる。なんか面白いの頼むわ。なんか面白いのって何？俺の放送に面白さ求めちゃダメよ。サボちゃん休憩中だったんだ。花火ありがとう。なんか引くか。じゃのんちゃん、俺の携帯電話はどこだぜ？どこだぜ？あったぜ。ありがとう。限界に生きてな。今さ、パルコのさ、池袋のパルコの7階でパンクフェスやってんだよね。パンクアイテムの。どこ行くの？え、リクエストの花火じゃなかったの？リクエストの花火じゃなかったの？え、じゃあ歌わねえわ。リクエストの花火だと思った。昨日はのんちゃんとやった。なんで俺がのんちゃんとやったかどうかお前に言わないといけないの？
なんか歌うか。よいしょ。どんな系が聞きたいの？どんな系が聞きたいの？あれ、ピックがなくなったんだけど、ピック。あ、テス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 。あ、あ、あ、テス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 。ワン、ツー、ハヘイ。ツー、ワン、ツー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 、ハッハッハッハ。準備があるんだよ。天国はない。ただ空があるだけ。国境もない。ただ地球があるだけ。みんながそう思えば簡単なことさ、社会主義も資本主義も偉い人も貧しい人もみんなが同じならば簡単なことさ、夢かもしれない、でもその夢見てるのは一人だけじゃない、世界中にいるのさ、
誰かを憎んでも派閥を作っても頭の上には ただ空があるだけ みんながそう思えるのさ 簡単なこと言う夢かもしれない。でもその夢見てるのは君一人じゃない。仲間がいるのさ。夢かもしれない。でもその夢を見てるのは君一人じゃない。夢かもしれない。でも一人じゃない。夢かもしれない。夢かもしれない。あざす。歌に国境なんかねえんだ、ルールもねえんだ、好きなように好きな時に好きな場所で好きなだけやるんだ、うん、アイテムあるよと。風船ありがとう。気に入らなきゃ俺の放送見なきゃいいんじゃないですか。俺の放送に文句があんなら見なきゃいいっすよ。どうぞよろしく。うまいやつ見たかったらうまいやつのギターなんか腐るほどあるぜ。うまいやつのギター聴きに行きな。向いてねえぜ。いやね、無料でやるっつって帰りに包むんだったらわかるの。アリスがこれ気持ちだからって、交通費の足しにしてって。解放から有料ですっていうのは俺は反対なの。過去に縛られてねえからタイムシフト見てくんね。なんで俺がね、こんだけのファンに囲まれてる中であなただけのコメントを拾わないといけないのか。あなたの都合で生きてるわけじゃないのよ。でしょ？タイムシフトに乗っかってるからタイムシフトをチェックするのが礼儀だぜ。風船ありがとう。もう完全にメタモルフォーゼだぜ。
素直になるんだぜ。でもさ、それをね、私からは言ってないよって、俺ロハコさんから聞いたことを話してんの。解放に有料だって言われちゃったからお断りしたっていうことを俺はロハコさんから聞いてるんだよ。解放の放送見てないから。一皮むけたっつうか、もう完全にメタモルフォーゼだね。うん、完全に俺はバタフリーです。大花火ありがとう。だから決めたのは解放でしょ。アリスのせいにしたらダメよ。バタフリーだね。別に引退詐欺って言いたきゃ言えばいいよ。バタフリーだね。ついてきたきゃついてくれやいいし、気に食わなきゃ去ればいい。自由だぜ。なんで俺の生き方をさ否定するの、レイカちゃん。気に入らなきゃ見なきゃいいじゃん。違う、俺あなたがどこの誰か知らねえから。もう今は彼女はどこにもいない。朝早く目覚ましが鳴っても、そいつも彼女と暮らしてきたよ。喧嘩したり仲直りしたり、ずっと夢を見て安心してた僕は Daydream Believer Someday 彼女はクイーン。でもそれは遠い思い出、せい日が暮れてテーブルに座っても、せいもう今彼女写真の中でバスタンベ優しい目でバックに微笑む。ずっと夢を見て幸せだったな僕は Daydream Believer Someday 彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた僕はDaydream, believe it someday
彼女はクイーン花火やるぞ。さよなら。なんだよおめえ、おい、なんだてめえこの野郎。何やってんだお前は。なんだよ文句。してんじゃねえよお前。文句あんのかよ。お前行くぞお前おい。なんだよ。お前俺の悪口言ってんの。言ってねえよこの野郎。言ってんだお前。言ってねえっつってんだ。俺殺すって言ってんの。言ってねえよ。おめえの話題。取る。おめえの。何俺が悪いの。おめえの話題なんか出すわけねえだろうがよ。おい。いい加減にしろお前。なんだよ。なんだお前やんのかよ。おい、やんいやお前やんのかよじゃねえ。おめえ警察呼ぶなよ。警察呼ぶに決まってんだろお前。ビビってんのかよ。なんだよお前。ああ。お前そうやって逃げるの。ああ逃げるのじゃねえよ。おめえが逃げてんだろうがよ。バカがよ。大阪まで来てよ。殺すって言ったでしょ。あい、お前放送の言ってることお前ポンプに真に受けてんのかよ。バカだなおい。ポンプとかじゃねえ。お前俺ね。俺お前の放送見てんだよ。見てんだよじゃねえよにわかがよ。そうそう出せよ。見てんだよお前俺のこと殺すって言ってるでしょ。言ってるでしょじゃねえんだよ。よれてんじゃねえよバカ野郎お前よ。お前がよ。ああこの野郎。お前いい加減にしろお前。いい加減にしろよじゃねえよお前。リスナーのポンプによ振り回されてよバカがにわかが。リスナーのポンプじゃねえよ。お前が俺を殺すって言ったよ。いやなんすか。じゃねえ。終わりっすか。暇人かよ暇なのかこのコント好きなんだよな俺いや俺これ好きなんだよねDaydream believe a Sunday 彼女はクイーンずっと夢を見て安心してた。アイテムありがとう。 Daydream believe a Sunday 彼女はクイーン。あー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 ああああずっと夢を見て今も見てる僕は Daydream believe a Sunday 彼女はクイーン。ずっと夢を見て安心してた僕はDaydream believe a Sunday 彼女はクイーン。ずっと夢見させてくれてありがとう僕は Daydream believe a Sunday 彼女はクイーン。俺が花火あげたの意外だろう。いやびっくりしたよ。いっちゃんありがとう。いっちゃんありがとうね。花火投げることあるんだね。いっちゃんもありがとう、ご機嫌だぜ、ご機嫌だぜ。みんなも仕事頑張ってね。ありがとう。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの。黄昏迫る街並みや車の流れ
横目で追い越してあの人はもう気づく頃よバスルームにルージュの伝言浮気な恋を早く諦めない限りうちには帰らない伏せありがとう不安な気持ちを残したまま街はどんどん遠ざかってゆくわ明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ My darling これはね魔女の宅急便だね魔女の宅急便のキキがね旅立つところのね私海の見える町に住む魔女子さん あの人は慌ててる頃よバスルームにルージュの伝言手当たり次第友達に尋ねるかしら私の行く先を不安な気持ちを残したまま街はどんどん遠ざかってゆくわ明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ甘いダーリン叱ってもらうわ甘いダーリンあ、そうなんだ荒井由実の頃かなそんな古い歌あんだねパチパチやるけどあらゆみの頃だろうね多分ねもともとねでもユーミンはキー低いんだよちょっとキー下げてるけどサザンいいよ小さい頃は神様がいて不思議に夢を叶えてくれた優しい気持ちで目覚めた朝は大人になっても君は怒るよカーテンを開いて人が来るのイケボー選手権やる?だって俺今何位イケボもう1位取れないでしょイケボ何位だ俺優しさに包まれたならきっと目に映る39位かああじゃあやろうか次枠やろうか舞ちゃんありがとうイケボ池かてに移動します池かてに移動します皆さんお疲れ様ですお前コメント欄荒らすなよバカとかハゲとか書くなよなんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう